そのカメラ今どっち向いてるの？いや、今そっち向いてる。あ、俺向いてんの、はい、どうも皆さんよろしくお願いします。クイアーズ、クイアーズ、はい、昨日オープンしたばっかりです、ね、クイアーズ、ちょっとじゃあ簡単に説明してもらってもいいですか？どういうお店なんですか、クイアーズ？ゆきとエサの、はい、そうはいはい、それはそう、まあ、そうね、エサマとアマさんね、ゆき、はい、さんがね、関わってるものがいろいろ出てくるんですよ、みたいな感じかな。コンセプトはどういう？基本的にやっぱりそのソーシャルマーケティングの方がね、来れるお店 で、うん、でその分野ごとの店が多いんですよ。レズビアの人だったらレズビアンで、ゲイだったりっていうのが多いんだけど、うん、いろんな人が来るとミックスの店が持ちたいって、まあ、ゆきさんとか前から言ってたから、うん、それはやりたいなと。街、うん、もそういうところすごく必要だと思うし、意外とないので必要だと。でそれプラスのアクティブな感じ、うん、まあ、活動ですよね、うん、運動みたいなものを少し入れてと。実はそのセクシャルマイノリティの業界というか世界というか市場規模というのは名古屋意外と大きいんですよね。そうなんですか？やっぱり人口が多いから。セクシャルマイノリティってアメリカだと確か1割ぐらいが人口のね、セクシャルマイノリティなので結構いるんですよ。当然それにはゲイもレズビアンもトランスジェンダーもいろいろ混ざってたんですよ。だから市場規模としては大きいんですよ。いわゆる夜の街というか都市大工事というかゲイバンドが多いと。だから人口も多いし経済活動も多いんだけど、なんかそういうセクシャルマイノリティのアクティブな活動は少ないんですよね。例えばレインボーパレード、プライドパレードっていう方もそういうセクシャルマイノリティの人のなんか世に出てくるアクションみたいなのがあんまり名古屋強くなくて、で、まあ、ゆきさんはそういうこともやりたいって言って、自分もそれは必要だし自分のことだからどんどん盛り上げていきたいなと思って、そういうところでまあ一致してるで、まあ、社会運動とか小島さんもやってるけど、自分の社会運動にとってそのセクシャルマイノリティの人たちっていうのはすごく重要なんだけど、でちょっと活動をかじってる人はみんな知ってるけど実際にできてないし、やっぱりそのセクシャルマイノリティの私たちはそうじゃない人から理解をしますよじゃなくて、一緒に何かを実現していくことがすごく大事なので、やっぱ当事者だけ集まってっていうのがすごく大事だけど、例えばどんな当事者運動で当事者だけ集まると何ていうかタコツボ化していくところがあるんですよね。それはね、ナショナリズムみたいな変な意識が出てきておかしくなるんじゃない？それは日々感じてるよね。だからそれはただ少数民族の活動もそうで、愛の中で集まってても実は何もできないので、おかしくなるんですよ当事者が。だからそうじゃない人と一緒にやっていくことがすごく大事だし、特にその相対的に数が少なかったり力が弱かったりする人はやっぱ社会を変えると、つまり数が多いとか力を持ってる人たちの意識を変えることになるから、だからセクシャルマイノリティの人って最終的には多分さ、いわゆるヘテロセクシャル、マイノリティじゃないセクシャルの人たちの意識を変えていくことだと思うね、最終的に。どんな風に変えていくんですか？まあやることはいっぱいあるんだけど、例えばそのセクシャルマイノリティのことを多くの人は知らないわけでね、詳しくは。詳しくはね、まあ大体そういう話は聞いてるけど、存在してることはもうみんな知ってるもんね、芸能人もいるしさ。ただそれはあくまで特別な存在が、例えばアイドルもそうだけど、いることは知ってるわけ。ただ友達にいるとかそういう状況はあんまりない。これは多分セクシャルマイノリティもあるんですけど言わないんだよ、当事者。例えば小島君の友達30人いたとしたら多分3人ぐらいセクシャルマイノリティ、生とヒッピーですね。でも言わない、特にセクシャルマイノリティ言わないで。友達30人いないからちょっとピンとこないんだけど、うん、まあつまり1割ぐらいは街を歩いてる人の1割ぐらいは何かしらのそういう、傾向が、例えばその同性愛だけじゃないから、セクシャルマイノリティは例えば自分の性別に違和感があるとかね、そういうのも入るから。キティだっけ今、ゆきさん、キティ、 OK。 だからそういった人も含めると潜在的にはすごい数の人がセクシャルマイノリティに入ると思うんですよね。当然最も多いのはそのゲイとかレズビアンとかいう人たちが人口的には多いと思うんですけど、でそういったものも含めていくと、まあなんていうかね、潜在的にはものすごくいるはずなんだけど、実際にいる数よりも少なく見える。なるほど。あとそのセクションマイノリティに関してはそういう状況がある。まあ、これはアイヌも一緒で、アイヌってのはみんなが思っているよりもいっぱいいるんだけど、多くの人は面倒くさいから言わないな、うん。あと、アイヌの子孫がそのアイヌの子孫である人をどう受け止めていいか分からなかったりして、説明できなかったりして言わなかったりする。うん、
ったよね。だからその名古屋にもいっぱいいるけど、そのことを考えようとしてる人ってすごく少ないわけですよ。前の場合セクシャルマイノリティも少ないけど、でも実際の少なさがよりも数百倍少なく見えてるっていうのがマイノリティってあるんですよ。だからセクシャルマイノリティはその中でも人口が多いと思うんだけどね。でそういった人たちがなぜカムアウトしないかというと、やっぱり不利益があったり面倒くさい目にあったりする。やっぱり気持ち悪いと言われることは、まあ、セクシャルマイノリティの場合は時々あるんですけど、そういったことをまあなくしておくことがいいんじゃないかなと思います。で僕普通になんかあの人はこういう、まあ、性的思考のこと別に普段の会社で言う人はないけど、そういうことが分かった時でも特に反応が変わらないような社会っていうのが一番大事な社会だと思って、今は、まあ、日本はね他の国に比べていわゆる性的思考に関して意外と差別は少ないとないわけです。でもやっぱり仕事のことがいろいろ考えると誰がそういう差別をするかわからないので、多分人口的には10人いたら1人か2人しか差別しないかもしれないけど、誰がするかわからない、だから言わないっていうこともあるわけです。あのね、うん、あのね、その、まあ、セクシャルマイノリティに関して言うと、まあ、日本はその寛容ではあるけども受容はしてないっていう、要するに受け入れてはないけども、まあ、別にそういう人が存在すること自体は別にいいんじゃないの、自分に迷惑さえかけなければ。自分に関係ない世界の出来事ならいいんだよ、うん、今さ例えば自分の子供だったり親だったり兄弟だったり友達だったりがそうだったって分かると、なんか度胸座ってないっていうか、うろたえる人が多い、まあ、うろたえるまではいいんだけど、その結果なんかへりくつこねてね排除してみたりとか文句言ったりとかあるわけで、ブラックローズ2つ、ブラックローズ2つ、だからそういうのをどうしたらなくせるかどうしたらなくせるんですか。なんていうかな、いろんな答えがあると思うんだけど、やらなきゃいけないことも多いんだけど、一つは、その究極的にはね、自分の理解できないものを見たときにうろたえないような人間を作ることが一番大事だと思ってて、これは別に他の差別もそう、愛に対する差別でも、セクシャルマイノリティに対する差別でも、なんていうかね、何か分かんないから差別、簡単に言うとね。だからそういう、ただ何か分からないからって、まあ、そんだけのことじゃないですか。だからそんなことでうろたえない人であれば別に何をしたって平気なわけ、で、そういうことを自分、まあ、これ自分の考えだけど、学校教育でやる必要あるんじゃないかなと思ってます。世の中にはその、でも最近前衛的な学校だと、たまにそういうこともやってるっていうような話を、そうね、聞いたり聞かなかったりするんですけど、ただ最近まあそれこそいろんなバックラッシュって言い方は正しいことですとして、はい、保守的な動きもあってそれどうだっていう話もね多く出てきているから、果たしてどうなのかなっていうのはあるけど、ですからその何ていうかね、やっぱりその日本ってね、特にああいうのがよく話題になるのは、よく閣僚が単一民族国家発言をするんですよね。で、確かに日本というのは日本人が非常に多いし、異民族の人が少ないんだけど、単一民族の国じゃないですよ。例えば、ああいうのって明らかに異民族ですし、琉球だってね、先住民族だって言ってる部分もあるみたいにして、あの言葉も違うしな、そういう異質な存在が、まあ、近所にいるんだと。っていうことが分かっていればそんな発言はないんだよ。それは行為するような言い方じゃないわけっていうのがすごく強いんだよね。これは自分たちが信じてるその日本人しかいない日本に違うもの、この前の日本人というのは例えば民族だけじゃなくて性的思考も入るので、自分たちも想定している人と違うのが入ってきたときにびっくりするまでその後に排除になる、不安になる。でもそのよくね、例えばゲイのことをよく思ってない人がよく追い方をするんだけど、例えばゲイの人がいたとしてね、だから自分が犯されるんじゃないかってよく分からないことを言うわけよ。あのゲイの人だってね、選ぶ権利はあるしね、関係ねえだろそういう話が分からない、そういうことがあって、この中は、まあ、単純な話、よく考えてないから起きるんだけど、それはその考える機会が今の社会にないから、ちょっと学校教育でもそうだし、職場でもそうだけど、そういうことを考えるチャンスがないからじゃないかなと思う。あのちょっと考えればね、落ち着いて考えれば分かるのかと思うんだけど、そういうことなのか。まあ自分の身近にね、そういうあの人がいなければ別に考えることもないですから。そう
別に考えないまま一生終えることだってあるわけですよね。そうね。ただマイノリティの場合はいないと思っていたら実はいたっていうのがよくあるんですよ。でそれだよね。でみんながいないっていう前提で思ってるからこそ当事者のいないふりをするんですよね。その方が楽だ。でまあそれで一生ね不平不満に住んで幸せだったらそれでいいんですよ。まあ言わざるを得ない時とか言いたくなる時とかいうのもやっぱりあって、その時に不利益があるとはまあ良くない。だからまあマイノリティの問題、その個別にね対処すべき問題とは違って、セクシャルマイノリティのこともあるのかも、マイノリティの問題だけども処方箋は全然違うと思うんです。ただ最終的にはその過去の対処とか珍しいかどうかじゃなくて、そういう人がいたからだから何なんだっていう状態を作ることがすごく大事かなとは思う。すごく乱暴な言い方なんです、はい、そんな珍しくもないし、いるのは知ってるよ、うん、知ってるだけじゃなくて別に友達に出すも問題ないしみたいな、そういう感じが大事なんです。なるほど。そう、まあ、でもね、僕ね、多分ね、自分の親とか子供がそうだったらちょっと動揺する。動揺するでしょ。動揺するのは俺はね、別にいいと思う、うん、それは。ただ動揺した後に何が来るか、ね、うん、その動揺した後に何が来るか。そうね、びっくりすること自体はまあいいんだわ、うん、それはするでしょ。そうだと思ってない。でその時にやっぱり大事なのは、基礎的な知識ぐらいはちゃんと知ってることが大事ですね。例えばそのアイルの時に言うとさ、非常にいつも面倒くさいのが、正確な情報を現状知らないぐらい。よくあるのは、アイルの人たちが昔ながらの暮らしをしている集落はどこにありますかとか聞かれるんですけど、そんなのはないわけです。それはなぜかというと、例えばその日本のね、水車小屋が回ってて、稲刈りをしてて、電気が来ないと、通ってないような、で、季節下水持ちつきしたり、そういうイベントしてるような村がもうないのと一緒で、同じ場合にもないんですよ、昔ながらの。ってことが分からない。うちからすると、そんなの、日本の電源補給がなくなったのと、そのアイヌの昔の生活もなくなったんであって、あるわけねえじゃないかと思うんだけど、そこがなんか化石のように止まってるっていうかね。でもアイヌってそもそもさ、土地を所有するっていう概念がないんでしょ。まあ、なんちゅうかね、それもいろんな答えがあって、ないとも言えるし、あると思うんで、例えばその農民じゃないから、ここ土地に紐を張って、ここからこっちが俺の面積っていうやり方はしないよね。ただ、ある一定の地区から取れる獲物は、この集落とかこの人のものみたいな概念はある。そうなんだ。そりゃそうだよ。だって、そりゃそうだよ。で、俺のもんと思ってるとこに人の人が入ってきて、物を持ち取ってたりすると、喧嘩になってしまう。あの土地というより縄張りみたいな感じ。そう、縄張りじゃない。それはあるし、運ぶんだよ。ただ、やっぱりその、農業が生活の基本になってて、その土地から上がる収益がすごく面積によって左右されるような人たちとは何が違う。だから縄張りがあるわけです。面白いね、それ、うん、ただまあそういう考えの人たちがところに明治政府が開拓をして、なんか土地の法律とかいろいろ整備するというのはよく分かってないものもあって、あと生活スタイルも違うからその辺が全部取られちゃってみたいな話はある。あと重要なのはその結構愛の権利の話をしていると、じゃあなんかその、かやぶきのね、家に住んでね、修行生活したいんですかって聞かれるけど、答えを簡単にしたくないし、それはね、まあ、たまにはやってもいい。てか、多分他の人より俺はそういうのやってる方だけど、そんなことしたくない。問題はその、日本人が昔ながらの生活を失ったと同じように、愛に失ったんだけど、日本人が新しく手に入れた近代的な生活っていうのは、西洋化してるかもしれないけど、やっぱり日本人のためだけど、例えばコンビニで24時間、食い物買えるけど、おにぎりが売ってない。これ日本食じゃん。これ当たり前の外国人とおにぎり売ってないよ。だから例えばそのアイヌがなんか日本の支配を受けずにほっとかれた場合、なんかスーパーには多分違う食い物が並んでたんじゃないかと思うわけ。
っていうのは、まあ、すごく小さいけど、そういう状態を、まあ、ある程度取り戻せたらなとは思っているところなんだけど、まあ、何がいいのかよくわからないな。まあ、まあ、あいにだけ特別なね、制作をしてとかいうのも、5回の限定でやってるけども、正直あまりいい結果を生んでないですよ。あ、そう。あ、ひどいですよ、あれは。走ってみました。どうや、どういうふうにひどいの？まあ、俺がここでこういうこと言うのもなんなんだけど、あの、本日はもうちょっと前までアイヌを存在しないことになったんだけど、でもアイヌの人たちの子孫っていうのは貧乏に多かったわけで、運動もいろいろあって、なんていうかその生活保護が取りやすくなったりとか、いろんな住宅基金を貸し付けがあったりとか、まあそれはそれで多分必要なんだと思うんだけど、ただその基準、誰がアイヌかを判定するのか、今日のアイヌにもよくわからないで、その判定基準がよくわからないまま、まあ他の有力者のお友達だったら受け入れたり、アイヌでもお友達じゃなかったら受け入れなかったりとか、よくわかんない。民族をさ、その法律的に判定するのって無理、難しい。ちょっと無理。いや、この問題には2つの問題があって、よくそのアイヌ側も変なこと言って、アイヌじゃないのに受けてとか言うけど、でも、もし仮にその政策が貧困解消法案だと、アイヌしか受けられないとは間違ってるんですよ。そういうところが実は出てて、そもそも、まあ、というか、どこかのアイヌがあんまり国の方針がはっきりしないから、はっきりできなかったと思うんで、運動もちゃんと付き合ってきたから、資格なんかできることをやってきた結果、そうなったんだけど、まあ、例えばその、生活保護の、例えば生活困窮だったらさ、本当に言ったら、アイヌの生活保護を普通にマジンコネーション取れりゃいいことだし、でも日本の生活保護なら、補足率って2割以下でしょ。だから、でアイヌっていうのは明らかにグループ的には貧困率が高い。それはそうだよ、生活の基盤を奪われて、土地も奪われて、仕事もたくさん、もともと人数もなくて、3世代、4世代、それが当たったのか、その貧困のダメージっていうのは、本当にその人も非常に頼もしいんだよ。でも、ね、平均的には少ないよね。だから僕は必要なんだけど、でも生活保護がもし 100% 条文通り施行されてたら必要ないんだよ。そう、生活保護全員補足率がもう9割以上いってるんだから、アイヌだからといって貧乏に金を出す必要はない。貧乏には生活保護が賄われるっていうことが日本政府の欠陥に影響してるんだよね。だからその北海道を歌い復帰したいとか、今はアイヌ復帰したいとか言うのかもしれないけど、問題いっぱいあるし、良くない話もいっぱい聞くし、よくまたにしてるけど、まあ、俺はそもそも対象じゃないからね、北海道じゃないから。いいんだけど、全部ダメだよ。エサマンはアイヌ民族じゃないの？アイヌ民族ですよ。ただ、あの、歌いじゃない。うん、歌いって。あの、つまりその、こういう状況だからアイヌもね、何がアイヌだって基準がはっきりないわけですよ。で、人によってアイヌって言ってることの意味が全然違って、なんちゅうかその、その保護政策の対象として行政が認知しているのがアイヌだって勘違いしているのも人もいるわけです。だからそういう意味では俺はアイヌではない。保護政策の対象じゃないし、してあげるって言ったらいらない。そうじゃなくて、普通に生活を取ればいいんですよ。全ての人が取ればいい。だからそういう意味での対象ではない。ただ子孫で自分がアイヌだと思ってる君だとする。ただ、普通の片親は和人だから、日本人の子孫でもあるわけで、それはいろいろ考える中で決まってるから。エスマは北海道と名古屋のハーフ？そういう言い方もできるわけで、まあそうでもね、まあ、アイヌと日本人のハーフって言ったら多いと思うけど、北海道出身の日本人だったらもう何世紀も住んでるから、長い人では6代、7代目ぐらいなんじゃないかな。でもさ、日本人だって元を正せばね、朝鮮半島から来た人だっているわけじゃない。出た。その話もね、アイヌの話をするとよくされるんだわ、うん。ただそのアイヌのことよく先住民族って言い方をするんだけど、この約束事があって、それって1000年以上前の話だよね。1000年以上前に起こったことが今の人たちに影響していることってあんまりないんだ。天皇家がずっといるからあるかもしれない。で、そうじゃなくてその近代国家ができたのはここ200年ぐらい、つまり国民教育をされた国民が税金を納めて国が運営されるって言ったら、それ以前は封建領主とかね、皇帝が治めてたから、だからそういった社会になっていくのにね、割を食った人たちに先住民がいるっていう考えが最近の、まあ、最前線の部分。
つまりその愛の日というのはロシア、具体的にはロシアと日本が北海道を取り合ってる中で日本に取り込まれちゃったって感じですよね。でその時に本当は日本人じゃないのに日本政府がロシア側にこいつは日本人だって言うらしいからね。だから日本の着物を着て日本語喋るんだみたいな半分はったりで行って無理やりそれを登録された。でそれ幸せだったっていう人がいると思うし、いいならいいじゃん。ただそれは間違ってるっていう人もいるわけですよ。まあ、分かった。何ですか？カレー出せるか、うん、だから、あのね、はい、まあそういうことです。まあ愛の話はそもそもちょっと長くなるんだけど、ただこのよくその1200年前の話とか2000年前の話をするけど、そのことって今のあなたの人生多分影響してないです。ただ200年ぐらい前に起こったことは今の俺にも影響してる。そうっていうのはある。だから例えば基本的に俺は日本語で育って、その東京に行って、まあ、当時挨拶しなかったけど、っていうことも起きてるんだけど、これはその、まあ、自分の親はね、挨拶しなかったから、緑のやつ、緑色なんかね、あれはネギ切る用だった。あ、こっちにあった。ネギ切るんだ。いや、何切ってもいいけど、この中に。氷水ちょうだい。氷水。他の氷水がいいんだよ、全然。氷水がいい。口の中が辛い。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 だからよくその、そういう議論するときに、みんなその、さっきの、実感がないこと言ってるんだよ、ね、俺なんかその、まあ、俺の家庭にはそれ愛のことってあんまなかったんだけど、うん、78人の年寄りとかで聞いて回るとやっぱ愛の文化とかの言葉って残ってて、うん、でそれを若い人がしないのはすごく悲しいなみたいな年寄りがいっぱいいるわけですよね、うん、でそういうのを実は実感として知ってるので、うん、そのじいちゃんばあちゃんの世代も上の世代っていうのは日本語の周りも喋れた世代っていっぱいいたっていうのはよくわかる。その変化っていうのは日本政府の政策の結果だから、そのつまり税金でやったことなんですよね。だから税金でやったことの失われたものは税金で戻せよって俺は思うから、うん、ただそれは例えば俺が、うん、その生活費を余分にもらったりとかね、うん、働かずにそれで生活できるようなんて、それは別に生活保護でね、うん、あの仕事をなくした人とか病気の人がたとえ若くても生活保護で月8万ぐらいのお金を持って生活するのは全然悪いことじゃないって言った方がいいと思うけど、それは別にいいと思う。ただ愛だからってそれが取れるのはおかしいと思うし、まあただね、日本の政策も必要であってることもあるから全部批判するわけではないけど、うん、ただそこはごちゃごちゃになってあんまり議論がならない。それはアイドルのその中でも実はあんまりまとまってないことなの？あ、まとまってない。まとまる期間はないもん。なんかえ、でもそういう組織はないんですか？今はアイヌ協会だけど、北海道オタリ協会という協会がある。これは北海道のアイヌだけが参加できる、多分世界最大のアイヌ民族の会です。だからある程度アイヌの意見を代表していると。ただ基本構造がその政府の肝煎りで作られた組織の部分もあるから、要するに俺はオタリ協会が全然代表してないとはまだいっぱいアイヌが参加してるから。ただ。その代表もね、お互いに補選で選んだり、そういうのが民主的な選挙で選ばれないし、意見が反映されるかって言ったらなかなかね、そんなの組織でもないだろうし、なかなか難しいところはこれ食べていい？ああ、っていうか、食べていいから置いてあるの。はい、鶏ガラ？野菜です。どこ